駒込中学校、高等学校は、東京都文京区千田に5丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立中学校、高等学校。高等学校において、中学校から入学した内部進学の生徒と、高校から入学した生徒の混合クラスはなく、3年間、分かれたままである。クラスのコースは、S コース、特 S コース、英語学習や、 国際的な学習に力を入れた国際教養コース、理系の学習に力を入れた理系先進コースがある。分離選択及び国交私立選択は2学年に進級するときに選択するが国際教養コース、理系先進コースは選択することができない。中高一貫校。1682年、両王同閣により設立された官学校院が乱章となり、 旧制駒込中学校1926年開校。1947年、新生駒込中学校高等学校に改九1952年から女子教育も開始。1972年に募集停止した中学校も1992年に再開。旧制中学以来の難関大学進学に力を入れた、教学中高一貫の進学校へと変化している。 天台集計の学校であり、毎年5月頃に、比例研修を行う。見学の精神は、一流を照らす。旧制時代には、改正の漫から、駒校のリベラルと称され、自由で伸びやかな校風の学園として評価され、東大を中心に卒業生を送り出す、進学校であった。現在国公立大学、南韓私立大学に、 多数の卒業生を送り出し現役進学率は9割を超えている。国際理解教育にも力を入れており、ハワイ研修やオーストラリアニュージーランドクライストチャーチなどの絵の高校留学制度などがある。また、中高ともに年収760万円未満世帯は授業料無償化を行っている。ありがとうございます。